マーディフィッシュはアメリカミネソタ州 E イ,イナ出身の男子プロテニス選手。自己最高ランキングはシングルス7位、ダブルス14位。ATP ツアーでシングルス6勝、ダブルス8勝を挙げた。身長187センチメートル、体重81キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。2004年のアテネゴリンで 男子シングルスの銀メダルを獲得した選手である。2011年に ATP ワールドツアーファイナル出場。2011年全米オープンシリーズ優勝。マスターズ戦で4度の準優勝経験がある。フィッシュの父親はテニスのティーチングプロで、彼の家族はマーティが4歳の時にミネソタ州からフロリダ州ベロビーチに引っ越した。フィッシュは1999年1年間。 アンディロディックの家に同居したことがあり、二人は同じ高校のクラブで一緒に練習した間柄になる。2000年にプロ入り。2002年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップアメリカ合衆国代表選手になる。2003年度の男子ツアーで3大会に準優勝した後、同年10月中旬のストックホルムオープンでツアー初優勝を果たす。2004年のアテネゴリンで フィッシュは男子シングルスの銀メダルを獲得した。準決勝でチリ代表のフェルナンド・ゴンサレスを3から6、6から3、6から4の逆転で破ったフィッシュは金メダルをかけた決勝戦でゴンサレスと同じくチリ代表のニコラス・マスユニ3から6、6から3、6から2、3から6、4から6で敗れた。2005年前後オープンでフィッシュは4大大会の 男子ダブルス自己最高成績を出し、同じアメリカのジェームズ・ブレイクと組んで、準々決勝に進んだ。ところが、この年に、フィッシュは二度左手首の手術を受け、一時は世界ランキングを341位まで落としてしまった。2006年に、フィッシュは復活を果たし、4月の全米男子、クレイコート選手権の決勝戦で、ユルゲン・メリツァーを破って優勝し、3年ぶりの、 男子ツアー2勝目を挙げた。同年のウィンブルドンから4大大会にも復帰し、フィッシュは2006年末の最終ランキングを47位まで戻した。それまでのフィッシュは4大大会では3回戦進出止まりの成績だったが、2007年全豪オープンでついに準々決勝進出を果たす。フィッシュは1回戦で第4シードのイワン・リビチッチを破って波に乗り、 準々決勝で少年時代からの親友ロディックと対戦したが2から6、2から6、2から6のストレートで完敗した。2008年7月に4年ぶりの男子ツアーダブルス優勝を果たした。地元開催の全米オープンでフィッシュは初めてベスト8に進出した。彼の4大大会シングルス8強入りは2007年全豪オープン以来2度目となる。 初進出の全米準々決勝では、第1シードになったラファエルナダルから第1セットを奪った後、続く3セットを落として6から3、1から6、4から6、2から6のスコアで敗退した。2009年ウィンブルドン選手権で、フィッシュはジェームズ・ブレイクとペアを組んで男子ダブルスのベスト4に進出した。二人は1回戦で、全仏オープン優勝の第3シード、 ルーカス・ドローヒー、リーンダー・パイス組を破って波に乗り、以後もシードペアを連覇して勝ち進んだ。準決勝では第2シードのダニエル・ネスター、ネナド・ジモニッチ組に7から5、6から3、2から6、6から7、8から10の逆転で破れ、決勝進出を逃した。2011年4月に初めてのトップ10入りを果たし、ロディックを抜いてアメリカのトップに立った。 ウィンブルドン選手権では4回戦で前年、準優勝のトマーシュベルディ派を7から6、6から4、6から4で破り、ウィンブルドンでは初めてのベスト8に進出した。準々決勝では前年優勝のナダルに3から6、3から6、7から5、4から6で破れた。8月に自己最高の7位を記録し最終戦の ATP。 ワールドツアーファイナルに初出場を果たしたが、ラウンドロビンで3連敗して敗退した。2012年は、心臓疾患に悩み5月に手術を、受け全仏オープンを欠場した。全米オープンでは4回戦のロジャー・フェデラーとの試合を、危険し残り試合を全て欠場した。2013年3月の BNP パリバオープンから、復帰したものの好成績を残すことはできず、 2013年の4大大会はすべて欠場した。ランキングを100位以下に落とし苦しい状態が続いていた。2015年全米オープンの前、フィッシュはこれが最後の大会になるだろうとし、この大会で事実上の引退をすることを明言した。その全米オープンでは1回戦で、マルコチェッキの後に6から7、6から3、6から1、6から3で勝利。2回戦で、 フェリシアーノ・ロペスに6から2、3から6、6から1、5から7、3から6のフルセットで敗れ、これが引退試合となった。2019年より、ジムクーリへの後を受けて、デビスカップのアメリカ代表チーム監督に就任した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト QF イコールベスト R イコール戦敗退、RR イコールラウン Q イコール予選回線敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 2012年全米4回戦の不戦敗は通算成績に含まない。ありがとうございます。